今回の動画はですね、卓球の豆知識をお伝えするのんびりとした動画になってます。今後不定期でシリーズ化していこうと思ってますので、よろしくお願いします。早速第1弾なんですが、第1弾の動画は強氷シリーズの見分け方をやっていこうかなと思っています。で、強氷シリーズ皆さん使ってますでしょうか？自分はですね、1年ぐらい使ってるんですけど、この強氷シリーズで特に見分けづらいラバーっていうのが2つあります。それは強氷プロ3ターボオレンジと強氷プロ3のノーマル版ですね。で、このラバーの見分け方って非常に難しいんですよ。なんでかというと、この強氷プロ3ターボオレンジとノーマル版で使われているシートっていうのはまず全く一緒なんですね。なので見た目がまあ一緒です。で、このスポンジの色っていうのもほとんど一緒なんですね。なので、じゃあどうやって見分けるのっていうお話なんですよ。で、この強氷プロ3ターボオレンジっていうのは、まあ自分がちょっと前から使ってるんですけど、非常にいいラバーです。適度に弾んで粘着ラバーの中でもすごく扱いやすいラバーなのかなと思ってます。はい、それで強氷プロ3ターボオレンジ と、ノーマル版の強氷プロ3、この2つのラバーの見分け方をお伝えします。それはですね、皆さんスポンジを見てください。ちょっとカメラに映しますね。映るかな、見えますでしょうか？こちらターボオレンジなんですけど、表面に黒い線が2本入ってるのが見えると思います。この黒い2本の線、これは強氷プロ3ノーマル版にはありません。で、ターボオレンジにしかこの2本の線はないんですね。なので、強氷プロ3ターボオレンジ、もし相手のラケット見た時に強氷のシートが出てきたら、まあ、ターボオレンジと、普通のノーマル版どう見分けるのってなった時に、こうラバーの根元の部分かな、貼った時に一番グリップに近いところ、ここを見てあげると強氷プロ3ターボオレンジとノーマル版を見分けることができます。以上、卓球の豆知識をお伝えするのんびりとした動画でした。今後また不定期で上げていくので、チャンネル登録、それから高評価お願いします。コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。